今回は悟りの話をします。悟りっていうとえらく難しいように思うんですけど、これが意外と簡単で、修行もいらなきゃ何もいらない。お釈迦様もね、難行苦行っていうのをしてて、日本のお釈迦様ってふっくらしてますよね。ところがインドの方とか向こうの外国の方は、修行中のブッダなんてこんな痩せててね、もうあばら骨なんか出ちゃってるんです。それがですね、難行苦行の時に最終的に無駄であると、過激な修行は無駄であるということを言ったんですね。なぜ無駄かっていうのをちょっと話すと分かるんですけど、これからその話に入ります。簡単に言うと、悟りっていうのは字で書くとこうです。これ、心です。心、心を表しているんです。心に語、語っていうのは手です。それが自分の口に向いています。悟りというのは要するに私ですね。自分のことが分かったら悟りなんだよっていうことなんです。自分ってなんだろうっていうことを追求して追求して追求していくと、悟りに近づいていくんです。これは字で書いてその通りなんですけど、もう一つ言霊といって、言葉には意味があるんです。神様がつけた意味があるんです。悟るというのはどういうことですかっていうと、悟りなんです。差を取るんです。差を取るっていうことはどういうことですかっていうと、人間っていろんなことに差をつけたがるんです。女だからどうだ、男だからどうだ、それから学歴がある人、学歴のない人、日本人も昔は日本人は優秀で他の国の人間はそうじゃないんだとか言って差をつけたがるんです。差をつければつけるほど悟りからは遠のいていくんです。今の日本人であんまり外国人より自分たちの方が優秀であるとか思ってる人っていませんよね。それから今の若い人で男尊女卑とかあんまり思ってる人もいないんですよ。思うっていうのは勝手ですけど、そういうのがだん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 、そういうものってなくなってきましたよね。だからだんだん悟りに近づいているっていうことなんです。いろんなことで差をつける、その差をつけている人ほど苦しいんです。人にいちいち差をつければつけるほど、自分がどんな下の人間を見て差をつけたって、その人間はその差のことばっかり考える、そういう人もいますし、上ばかり見る人もいます。自分より上を見て生きているから、もっと学歴の高いやつ、いい学校に行ったやつ、お金を持ってるやつ、家柄の良いやつ、そんなことばっかし考えてっから、上がだん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 重くなってくるんです。重くなればなるほど背骨に負担がかかってきちゃうんです。だから差を取ればいいんです。この差を取ればすっごく幸せになれますよ。差を取るにはどうすればいいかというと、それは自分が真にやりたいことってなんだろうって考えるのです。それを追求していったら、本当に楽しいことがいっぱい起きてきて、無我夢中になって差を取ることも忘れてしまいます。だから差を取るには何日間も座禅を組むとか、ご飯を食べないで頑張るような、そんなもんじゃないんです。それよりも人に優しくできる気持ちと、自分を愛することができればそれで十分なんです。人によって態度を変えたり、コロコロ態度を変えないこと、誰といても自分でいられること、いつも楽しんでいること、それこそが悟りなんです。以上です。このお話は斉藤ひとりさんの名言を絵コンテを用いて分かりやすく解説したものです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。